明けましておめでとうございます。昭和の男から本年もよろしくお願いいたします。ということでですね、2021年の紅白歌合戦数時間前に見終わりまして、今その感想をですね、動画にしております。で、私ですね、昭和の音楽はすごい好きなんですけども、平成に入ってから、テレビを見なくなった、ラジオも聞かなくなったということでですね、音楽とちょっと離れているんですよね。個人的に平成の音楽が嫌いになったというわけではなくて、大学の時に平成になったんですけども、ちょっとねバイトなんかが夜すること多くて、歌番組は全く見なくなったし、ラジオもね疲れて帰ってきて寝ちゃうので、聞かなくなった。で、社会人に入るとやっぱ残業多くて、残業ない日はジムとか行ったりして、家に帰ってくるのがね10時とか11時なので、もう音楽なんか聞く暇がないんですよね。で、もうどんどん聞かなくなっていって、で、自分の聞いてた音楽と、平成の音楽の乖離がだんだんこう大きくなってきてですね、たまに聞いてもよくわかんないやっていう風になって、どんどん聞くときは昭和の音楽をね掘り起こして聞くっていう形になってしまっていたので、もう平成の音楽ほとんどわかんないんですよ。テレビ もほとんど見ないし。で、これはいけないと思いつつもですね、社会人になると、そんなにね、音楽の話もしなくなるので、いいやっていう感じで過ごしているんですけども、去年ですね、2020年の紅白を見まして、あ、こういう音楽は令和ではね、流行っているんだなっていうのが分かって、ちょっとこれはね、年に1回ぐらいね、音楽をこう勉強するということで、しないといけないもんではないんですけども、見てみるのいいかなと思いまして、今回もちょっと見てみました。あ、こういう音楽なんだってね。ちょっとね、それで昭和の音楽テイストのおじさんが見てどう思うかっていうことなんでね、ちょっと聞いていただければと思うんですけども、今ね、売れてる音楽っていうのは結構タイアップの音楽が多いですよね。そのアニメのテーマ曲だとかね、ドラマとか映画のテーマ曲だっていうことが多いと思います。で、私は知らずに今回の紅白を見ているんですね。だから思い入れが全くないんですよ。で、音楽っていうのはやっぱそういうね、見た、テレビドラマとか、あとアニメとこう、連動して、こう、心が緩い、ね、起こされるってことあるんで、私はそれがないわけなんですよね。今回の紅白見ても知らない曲にしか聞こえないので、それでそのパフォーマンスを見て私がどう感じるかっていうことですので、その人たちの経歴とか全く知らないし、失礼なことを言うかもしれないんですけど、そこはねご了承していただきたいと思います。素直な感想をねちょっと述べたいと思います。はい。で、まず今回の全体的な紅白のことですね、 NHK の用意した紅白についてのちょっとお話を最初にさせていただきたいと思いますけども、テーマがカラフルということで、これは良かったと思います。私も最近は部屋に閉じこもってですね、小さなパソコンで YouTube ばっかし見てるので、あんまり大画面でですね、応接間のこう見ることはないんですけども、カラフルなね映像でステージで大画面でね見ると、あ、やっぱいいなと思いました。これのね、今回のね、この紅白のカラフルというテーマはね、すごい良かったと思います。で、ちょっと気に入らないなと思ったのはですね、曲間の間に、曲間というかですね、そうですね、今回3回か4回ぐらいあったのかな、連ドラに絡めた映像とかがちょっと入ってくるんですよね。地震の被災地の映像とか、あと、環境に関してのこととかですね、そういうのが入ってくるんですけど、それ自体がね、悪いわけではないんですけど、その映像がね、ただ、歌番組にこれ、無理やり中に入れていく必要あるかなとかって、そう、NHK っぽいすぎるっていう思ったんですよね。こうせっかく歌で盛り上がってるのに、なんか、急になんかお利口ちゃんのこう、映像が入ってきて、なんかこれ、ちょっと NHK っぽいなって、すごい思ったので、歌の番組にはいらないんじゃないかなというふうに今思いました。で、赤と白ということで対戦形式でまだやっているんですけども、私が小さい頃紅白やっていた時はですね、赤と白バチバチにやってました。司会者が総合司会が一人いて、で、赤組応援団長、白組応援団長というのがいてですね、もうどっちが勝つかっていう感じでですね、本当に、もう
戦いでしたね。で、それを見て、まあ、面白いと思っていたんですけど、当時はですね。まあ、最近の、まあ、流れとして、そういう男女で戦ってもね、別に面白くないっていうのが、まあ、あって、それをね、この、どの、こう、その熱を下げさせているんですけども、今回のを見ると、なんか、はっきりしないんですね。赤組か白組かとかって、この歌手赤組、この歌手白組、もう男女のグループとかもいるんで、よくわかんないんですよ。あと、企画みたいな感じで出てくるアーティストもいるので、どっちにも属さない。なんか、意味が、白赤を分ける意味がわかんないんですよね、赤白か。で、そうなると、3人司会者いるってことなんですよ。赤組応援団長とかいうのではなくて、3人が司会っていうことなんですよね。なんかいらないような気もするし、で、うん、司会のね、一人の大泉洋さんですかね、俳優としては私はすごい好きなんですけども、なんかね、スクリプトを読んでるというか、もうそこで演技をしてるっていう感じなんですよね。で、自分の言葉じゃないので、3人とも本当に読んでるだけって、アナウンサーはそれでいいんです。NHK のアナウンサーはね。でも、後の2人はなんか、そこで演技をしてるのか、なんか決められたことを言ってる。感じで全然面白くないんですよ。大げさなセリフなんでね、もう最初から用意しているので、ちょっといらないかなっていう、ああいうのはね、もっと自分の言葉で、例えば、昔であった夜のヒットスタジオの井上潤さんみたいな感じですね、ああいう感じでこうインタビューするためにこうそういう人を置いて、で、決まったことは総合司会の NHK の人に言わせればいいと思うんですけど、なんか今回3人とも別にいらなかったなと思いますね、ああいう役割ではね。で、赤白があんまりはっきりしていないので、審査員もいらないんじゃないかなと思いました。別にいる意味もないんじゃないかなと。三谷幸喜さんなんか本当カメラ映っててもリアクション薄いから普通に座ってるだけっていう感じで、それがなんかいいんですけど、素人っぽくて、思ったし、まあ、卓球西川選手は綺麗だなと思ったんですけど、まあ、そこにいなくてもみんないいかなっていう感じしますね。はい。で、アーティストのパフォーマンスのね、ちょっとリストを見てお話ししたいんですけども、まあ、全体的にね、この令和の流行りの曲についてどう思ったかっていうのはちょっと最後に申し上げます。気に入らない点とかもあったんですけど、ここのアーティストで挙げちゃうとちょっと問題になるので、全体的にというところで言いますけども、見ててですね、ちょっと、気になった人たちですね、のお話をします。まず、前半リサさんから始まりますね、非常にいいオープニングでしたね。華やかでカラーというテーマにあったですね、まあ舞台と衣装で、すごい良かったと思います。歌もうまいしね。はい。で、郷ひろみさんがその後続くんですけど、最初ね、歌のそのアーティストのリストを見たときに、郷ひろみ、2億4000万の瞳ということでですね、ああ、またこれ歌うのかと思ったんですけど、やっぱり安定感ありますね。見てて、あ、やっぱりすごいなと思って、すごいパフォーマーだなと思いましたね。まあ、年齢のこともね、加味してもすごいですよね。あれだけの歌唱力もあるし、まだまだ踊ってもね、キレキレだし、すごいなと思いました。で、ニズとかね、これね、韓国は送り出した、まあ、日本人の K-POP なんですけども、すごいですね。キレキレのダンスで。はい。で、まあ、ちょっとグループ系の後でまとめています。で、ちょっと気になったのがですね、オーサムシティクラブって初めて聞いたんですけど、アレンジが面白いですね。はい。で、意外にちょっとね、気になっちゃったのは、このジェネレーションズっていうんですけど、まあ男性のグループが出てくると、まあ K-POP 系を意識した、まあ、グループか、もしくは、ジャニー系かなと思ったんですけど、なんか、まあ全然知らないんですよ、このジェネレーションのことについて。この人らジャニー系なのかなんかわかんないんですけど、なんかその踊ってる人、歌ってる踊ってる人たちが、ちょっとね、日本人っぽいというか、日本人の、こう、昭和的なイケメンが多いような感じで、なんかこう、今時の、こう、かっこいいじゃなくて、こう、昔のかっこいい人たちっていう感じで、踊りもキレキレだし、なんかね、別に新しい感じなんだろうけど、なんか、すごいね、
気に入りました。和風な感じのなんか人たちの顔の人たちのグループだなとなんかね思いましたね。なんかね気になりましたね。このキレキレのダンスはまあね他にもキレキレのダンスするグループいるんですけど、なんかね昭和っぽい感じがして顔がねみんなの結構気になりましたね。はい。であとはキング&プリンスとかもまあパフォーマンスとしてはねまあこの辺なんでしょうけども、歌がね、特にサビの部分がキャッチーでいいなと思いました。で、最後の、前半最後の松平健のね、さんの、まあ、松健サンバ、これ華やかで良かったですよね。オリンピックのね、で、松健サンバをやってほしいという盛り上がりがありましたよね、ネットで。まあそれを意識してるっていうステージでしたけども、なかなか良かったと思います。はい。で後半に入りますけども、愛さん、この愛っていうのねよく最近見ると、AI っていうふうに思っちゃうので、 AI ってどんな人だったっけと思って、あ、愛さんだったかなと思って、で私まあ愛さんぐらいになってくると平成の大御所っていう感じですよね。で出た当時っていうのは彼女知ってるんですね。彼女の歌を知る前に彼女がなんかこう衛星なんかでちょっと番組持ってる、衛星放送で持ってる時のなんかそういう MC なんかですね。でちょっと知ってたんですけども、あまりいい印象はなかったんですよ。こう英語と日本語でこうなんか曲紹介だったかな、なんかそういうようなする番組だったと思うんですけども、で、英語のインタビューを見たことがあって、まあ、英語の分かる人だったらちょっと分かると思うんですけど、英語うまい下手くそかっていうとそれは上手なんですね、もちろんね。だけど高校生の時に彼女はアメリカ行ってたんだと思うんですけど、話し方とか使う単語とかがもう高校生っぽいんですよ。である程度大人になってからのインタビューなんですけど、ちょっと大人でこの話し方はどうかなって英語で思うと、なんかそう発音がネイティブかどうかっていうよりも、もうちょっと日本人としてもうちょっとマチャーな大人が使う会話の言葉をしてほしいなと思った印象があって、あんまりいい印象は愛さん自身はなかったんですよ。でストーリーという曲もちょっとキャッチーだなと思って、私はあんまり好きじゃないんですね。ただ今回のこのねアルデバランっていう曲ですね、聞いて、あ、なんかすごいいい歌手になったなと思って、まあ歌は当然うまいのっていうのは昔から知ってたんですけども、なんか響くんですよね。やっぱり年齢ってあるもんでしょうかね。すごいなんか落ち着いた感じになってて、あ、すごいいいなとね今回思いました。はい、再認識ですね、しましたね。はい。であとはですね、三山ひろしさん、これみんなけん玉に目がいっちゃうから、この人歌うまいのになんかこれでいいんだろうかどうかっていうのはちょっと疑問に残るところなんですけど、はい。で、ケツメイシですね、こう企画で出てるんですけど、ケツメイシっていうのもその平成の大御所になりますけども、まあ、平成は聞かないので音楽聞いてなかったので名前は知ってたんですね。で散髪屋かなんか10年ぐらい前に散髪屋してたら、流れてきてね、あ、この音楽もいい音楽なんて、誰ですか、知ってますかって散髪屋に聞いたら、知らないんですか、ケツメイシですよって言われて、あ、有名なのかと思ってね、まあ、ラップなんですけどメッセージソングなんですよ。でメッセージソングって私好きじゃないしラップも興味がないんですけど、なんか音楽的にすごいいい感じだなっていう印象があって、で今回初めてきちんと見たんですね。おは恥ずかしいんですけども、すっごい良かった。うん、なんかね、多分ラップでこうメッセージ的なことを載せていくパイオニアみたいなグループじゃなかったんでしょうかね。ラップ音楽が日本のこう、まあ、当時のニューミュージックの中に入ってきたっていうのは多分久保田利伸さんとか、そういう感じだったと思うんですけど、メッセージ的なものを入れてなかったと思うんですね、その時は。で多分ケツメイシさんぐらいでそういうメッセージ的なことが入ってきたと思うんですけど、当時聞いてたらそんなに心に響かなかったかもしれないんですけど、今聞くと彼らも年齢を言っているのである程度なんか説得力があって、私が聞いてもなんかね、落ち着いた感じですごいいいなと思ったんです。でその詩の内容がどうのっていうことよりも音楽的にもしっかりしてるなって感じがしたんです。いろんなレゲエとかね、ラップとかいろんなものを取り寄せて
やられているんでしょうけど、きっちりしてるなと思って、ちょっとね、注目、私の中で注目アーティストになりましたね、ケツメイシさんね。すごいいい感じでしたね。で、Perfume。まあ、この人たちもね、平成の大御所だと思うんですけど、すごいなと思うのは、この人たちのやってる音楽って、なんか、80年代前半、70年代後半、ギリギリの、打ち込みの音楽が出てきた時のディスコサウンドを、ちょっと、リバイバルさせたような、この狭い、こう、範囲の中でやってる音楽ですよね。で、その音楽で、見せ方を変えて、パフォーマンスしてるっていうのがすごくて、で、同じタイプの音楽なのに、同じ、どの歌も一緒に聞こえるっていうわけではないんですよね。で、一つ一つですね、やっぱり振り付けも違っているし、そのために衣装も、まあもちろんそうなんでしょうけど、すごくテーマを持って狭い音楽の中でやっていて、すごいと思いますね。大体そういうのって一部分で終わっちゃうんですけど、もうね、もうすごい長い間人気保って紅白も出てるじゃないですか。すごいと思いましたね。今回聞いても、ああ、もう満足するね。まあ、見てる側がね、見てる方は私としてはすごい満足するステージだったし、すごいなと思いました。だから、この3人もすごいんですけど、この3人をプロデュースする人っていうのはすごい人だなと、もう思いましたね。はい。で、あとは、藤井風さんっていうんですかね。まあ、この曲はコマーシャルで流れてた曲なんで、キラリっていうのは、すごいね、いいですよね。こういうね、私はね、曲好きで、ちょっと、80年代後半のテイストの持っているね、さらっとした曲で、これも私の中の注目アーティストになりますね。はい。よさびですね。よあそびですね。この人たち初めて、去年の紅白を見て知ったんですけども、ね、すごい人気ですよね。YouTube の再生回数がどうのこうのっていうのはね、知っていたんですけども、去年見た時も、あ、一つなんか抜き出てる感じ。その去年見た中でもアーティストだと思ってたんですけども、その歌がいいとかっていうだけじゃなくて、こう、一つのね、音楽として、その、すごいなと。だから、彼女のこの、メインのね、ボーカルも一つの楽器みたいにこう取りになってて、曲詞がどうのとかいう詞とかの内容は今っぽい感じがするんですけども、音作りとかがすごいなんか、ちょっとレベル高いなと思ったんです。もう私音楽の専門家ではないので、こういうのは生意気なんですけど、素人の私が見ても、あ、なんかちょっと抜き出てる感じがするんですよね。音作りの面で。で、この人もパフューム、ちょっと同じような感じで、そんな広い範囲の音楽をね、やる人じゃないじゃないですか。ジャズっぽい音楽を急にやったりとか、バラードっていうのではなくて、あるこう限られた中で、その一つの音楽タイプの中でこう見せ方を変えて、すごいなと思いますね。去年の曲とはやっぱ全然違うし、この人たちも素晴らしいと思います。はい。あとは星野源さん、この人のね、私ね、まあ俳優としてももちろん好きなんですけども、詩がねセンスあるなと思ってて、この人のってまあみんなで頑張ろうっていう、そういうメッセージ的な曲もあるんでしょうけど、わかんないですけどね、日常的なことをこう描いた詩っていうのが多くて、すごく入りやすいなとね、昭和おじさんも思うんですよ。で、この人の曲は4、5曲知ってるんですよね。多い方です。平成の歌手でこの4、5曲知ってるっていうのはね、曲もいいし、あとアレンジとかもね、自分でやられてるんですかね、違うのかな。なんかね、センスあるなとすごく思います。はい。で、さだまさしさんとか聞いたときに、あ、さだまさしかって、まあ、紅白が好きな感じの歌手だなと思ってたんですけど、NHK さんがね、まあ、私好きなんですけど、さだまさしさん。で、道化師のソネットを久しぶりに聞いて、あ、やっぱりこう、昭和っていいなと思いますよね。こう、このメロディーの優しさがはっきり出てるし、他の曲よりも、もう言葉がね、やっぱり、伝わってくるっていうね、これもまあ、みんなで頑張ろうみたいなうちの曲の一つなんですけども、やっぱ昭和おじさんには響くなと思いました。まさしさんすごい、はい。薬師丸ひろ、あ、東京事変ね、彼女とか私はすごい好きですね。自分の音楽をしっかり持っていて色っぽいね。はい。薬師丸ひろ子さん歌ね、どんどん上手くなっているような気がします。はい。で、バーッと最後になりますが、ミーシャ。もうミーシャはね、この人も平成の大御所ですけども、
もうね、まあ彼女の CD 自体は聞いたことないんですけど、もう歌がうまいってもうね、もうそれは今更私が言うことではないんですけども、2曲歌いましたが、もうね、最後ね、全部持っていかれた感じになりました。この2曲歌い終わった途端に、もう前の歌詞のね、パフォーマーのこと忘れちゃうぐらいに、ああ、なんか今日紅白見てよかったと思うぐらいに、すんごいですよね。この人のパフォーマンスって、他のアーティスト、このステージにいた紅白のインタビューした方、どう思いました？今のミーシャさんのステージはと思うぐらいにすごかったです。で、この前に福山雅治さんが歌ってるんですけども、逆だったらちょっと苦しかったかなと思いますね。僕ね、福山さんね、俳優としてとか、この人のキャラとかはすごい好きなんですけど、歌はね、ちょっとね、なんか男っぽさを出して、女性ファンを喜ばす歌のように聞こえちゃうんですよね。ちょっと商業ベースが強い感じがするんですね。まあそれを福山さんが意識してるかどうかわからないですけど、だからあんまり曲自体は私ね、あんまり好きじゃないんですよね。こんなこと言ったら申し訳ないんですけども。だから今回はミーシャさんで終わってよかったかなと思います。はい。でですね、この令和のね、歌手の人たち、今見たこの紅白の中での話になると思いますけども、まあ、感想を述べますと、一つちょっと悲しいのは、昔に比べて、アイドルがいないってことですね。そのピンのアイドル、女性アイドルとか、まあ昔で言うと松田聖子さんとか中村明菜さんとか、そういうの歌が上手くて可愛くて、ピンで踊ってっていう、そういう人たちが今いないですよね。もう女性のアイドルといえばもうグループになっちゃいますね。今のところですね。もうあややぐらいが最後じゃないかな。私の知ってるアイドルっていうと。で、まあ、女性のアイドルの人たちっていうと、K-POP 系の人たちっていうのはでも、こう知らないでパッと見ても面白いなと思うんです。やっぱり踊りもキレキレだし、歌もうまいし、すっごい完成されたやっぱりその、振り付けもあるから、見てて知らなくても見てて面白いなと思います。で、逆に見るとすっごいトレーニングされているから辛いんだろうなって思っちゃうぐらいに、裏を見ちゃうぐらいにすごいなと思います。で、そうじゃないグループの人たちって、まあ、いますよね。何十人っている中で。で、まあ、その中でも、パフォーマンスとして面白いなっていうグループもあるし、中には、なんか学芸が会っぽいのもありますよね。可愛い子、ちょっと踊れる子を揃えて、まあ先生が振り付けして、はい、発表しますみたいな感じのグループもあるんですよ。パッと見るとね。それはなんか、まあ、ある一定のファンに向けて発信してるだけっていう感じがして、ちょっと私には響かなかったですね。で、男性の方とかも、まあ、K-POP かジャニーズかってなると思うんですけど、まあ、K-POP の人今回出てるのかね、わかんないんですけど、ジャニー系の人も結局 K-POP に近づけてるようにしてるじゃないですか、歌とか踊りとか。で、ジャニーズの人たちって私が小さい時によく見ていた、少年隊とかですね、SMAP とかっていうのは、歌ってるっていう時よりも、なんかね、テレビでコメディやったり、そうしてる時のなんか、イメージが強くて、そパフォーマンス自体はそんなにね、良かろう悪かろうでも関係ないっていうか、親しみは感じてたんですけど、今のジャニーズに対して私別にね、ファンでもないから感じないわけですよ。そうするとパフォーマンスだけ見ると、なんか全然、響かないんですよね。ファンじゃないと、全然今のジャニーズ見ても、どうなのって、もう K-POP の人たちとはちょっと全然レベル違うなって見ちゃうんですよね。だから、ジャニーズも頭打ちかなと思うぐらいパフォーマンスだっけ見るとね、まあテレビとか、その人たちが司会やってるテレビとかを見てればちょっと違うんだろうけど、見てない人に響かないんじゃないかなと思いました。はい。で、曲ですよね。全体的なその、そのアイドル系じゃないグループとかじゃないその曲なんですけども、音的にはやっぱり昔に昭和とかに比べたら全然アレンジとかもいろいろなアレンジがあって面白いなと思いました。俺も聞いてて、やっぱり音楽もね、変わってきてるというより変わってきてるっていうのもあるし、発達もしてるんでしょうね。いろんなジャンルの音楽がこう取り寄せられてて面白いなと思いました。ただ、昔の音楽ってもうちょっとラテン系の
歌謡曲ってそういうノリもあったし、ロックの影響とかも強いんですよね。こう、元ラッツ&スターの鈴木さんがね、めぐみの人を歌ってたのを聞いて、あ、そうだ、歌謡曲ってもうちょっとこう、ラテン歌謡みたいな色強かったと思うんですね。ロックっぽかった感じの。今のってちょっとそういうのが抜けてるというか、ちょっとテイストが違ってきてますよね。そこは感じました。まあ、これテイストの違いなので。で、あと、詩の内容がね、なんかね、ほとんどの曲、まあ、今回に関してはそうかもしれないんですけど、まあ、一般的にだんだん、令和になってその色が濃くなってると思うんですけど、なんか自殺防止ソングみたいなのばっかしになってるような気がするんですよね。暗いトンネルを抜けていこう、頑張ろうみたいな。なんか言葉の選び方とかはすごくいいなと思うんですね。受け狙いの歌謡曲とは違って。ただなんかね、詞が暗い、どの詞もですね。私はもっと日常をね、こう切り抜いてきたような曲を聴くとほっとしたり癒されたりするんですけど、なんかこう直接的になんか上を向こうとかね、なんか僕たちはこう、なんかこうあるべきだみたいなことを並べてる詩の歌ばっかしな気がするんですよね。まあそういう曲もあってもいいと思うし、昔からそういう曲もあったんですけど、そういう曲ばっかしっていう感じがして、なんかみんな病んでる人のかなと思うぐらいに、なんかこう、お茶を飲みながら、こう聞いたり、こう、お風呂入りながらこう流したりする曲じゃなくって、悩んでる時に聞くっていう曲ばっかしな気がするんです、詞の内容がね。それが今の流行りなのかなと思って、そういう曲ばっかしじゃないと思うんですよね。私、紅白に選ばれた曲はそうで、そうじゃない曲もね、いっぱいあると思うんですけども、流行りがやっぱり紅白に選ばれているので、まあそういうね、メッセージ色の強いのがやっぱり詩として、流行りなのかなと思いました。はい。ということですね、今回はですね、ちょっと急ぎで動画を上げたので、まあ、テロップとかでですね、情報、歌詞の情報とかいつも書いたりするんですね、他の動画とか。でも今回はそういうの書かずに、下調べもせずに、ただ紅白を見てどう思ったかっていうのを素直に言っているので、きついコメントは、ご遠慮をお願いいたします。はい。それではですね、次の動画でお会いしましょう。またね、昭和のね、音楽についての動画をたくさん上げておりますので、気に入ったチャンネル登録してください。それではまた。